クルムはフランス、プロバンスアルプ・コート・ダ・ジュール・地域圏、アルプ・マリティーム県のコミューン。クルムの滝は歴史的な場所で、峡谷の上にある。クルム住民及びソフィア・アンティポリス自治体関連合の住民が払う税金を安くし、牧畜、農業、観光の分野で、高配地の開発が促進されるよう、コミューンに太陽光発電所が作る事業が検討されている。 コーマという村の名が1176年に記された。それはもともとマドレーヌ山地にあり、現在の村から直線距離で 1.5km ほどのところであった。初期の村は壁で囲まれ、高い場所には頑強な住宅が並んでいた。1235年、プロヴァンス博によってロメビルヌーブにホードとして与えられた。このホードにはコルミ、ロンバール、バンシオンが属していた。 15世紀、国史病の流行でカストルムの人口が減少した。1670年、バンス司教アントワーヌ・ゴドウ氏が、前任者によって往来が不能と考えられていた、クルムを訪問した。ゴドウがクルムを訪れたのは12月であった。一晩で2メートルの雪が降った後、クルムで暮らす17世帯があたかも教区教会として利用している、礼拝堂で、彼はミサを司さどった。 フランス革命まで、クルムは、クルスグールの集落の一つであった。1944年、クルムには、対ドイツ抵抗運動を行う巻が存在し、サンバルナベ高原で、パラシュート効果によって、武器を受け取っていた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。